ラジラネラジオ新潟。皆さんこんにちは。ナジラネラジオ新潟パーソナリティを務めさせていただきます、株式会社ワタモリの渡辺健太です。どうぞよろしくお願いいたします。そして私の隣にはスモールサンゼミ新潟ゼミ長の株式会社シアンス野口社長にお越しいただいております。野口ゼミ長、今日どうぞよろしくお願いいたします。はい、株式会社シアンスの野口です。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さて野口ゼミ長、いよいよなじらねラジオ新潟スタートしましたね。なじらねとは新潟の方言で、いかがですか、調子はどうですかという意味ですよね。まあ、かっこよく英語で言えば What's up というわけで、このインターネットラジオなじらねラジオ新潟を通じてどうやって新潟らしさを伝えていきましょうか。そうですね、このインターネットラジオを聞いていただいた方が何かの機会に、新潟に来られた時に、あ、そういえばと思い出していただき、このラジオに出られたゲストの会社を訪問してみていただいたりですね、私たちスモールサンゼミ新潟をぜひ覗いていただける、こんなになったら嬉しいなと思います。いや本当にそうですね、ぜひそんなきっかけとなる番組にこのなじらねラジオ新潟をしていきたいと思います。はい、さて今日の放送はどんな感じでいきますか。はい、今日はですね、私番組のテーマを考えてきました。あ、テーマを考えてきていただいたわけですか。じゃあ、はい、どんなテーマでいきましょうか。はい、今日のなじらねラジオ新潟は新潟発世界一を育てるというテーマで、お菓子作りコンテスト、パティシエのコンテストの世界大会で世界1位になった若者を短期間で世界1位に育てる聖火専門学校の取り組みに迫りたいと思います。どうぞお楽しみに。それではここで CM です。ペンギンさんどこ行くのかな。ゆって書いてある。わあパパ、富士山。あ、あったかいねパパ。うん、気持ちよかったね。でもお湯なくなっちゃったね。お、日本温浴研究所なじらねラジオ新潟。なじらねラジオ新潟、新潟発世界一になる世界一位を育てるというテーマでお送りします。それでは早速一人目のゲストを紹介します。新潟製菓調理師専門学校エプロン学園長の渡辺博子先生です。どうぞよろしくお願いします。渡辺です。どうぞよろしくお願いします。お願いします。新潟製菓調理師専門学校エプロンは開校が1991年ですから、今年で23年になるお菓子と料理の専門学校です。開校から20年で日本1位はもちろん世界1位を過去3回獲得。この春には高校卒業後2年間エプロンで学んだ学生がなんと台湾で行われた世界ジュニア製菓技術者コンクールで見事優勝、4つ目の世界1位金メダルを獲得。渡辺学園長、どうもおめでとうございます。ありがとうございます。本当に嬉しかったですよ。いや、なかなか世界で1位を取るというのは大変だと思います。そこで早速ちょっと率直にお聞きをいたしますが、学生として入学してわずか2年で世界1位を育てることができる、その秘訣は何でしょうか。そうですね、学生さん入ってきた時はみんな同じなんですね。飛び抜けてこの子が優秀とかこの子が世界一になるんじゃないかなっていうのはありません。すべての学生に基本から教えるというのが私はその秘訣じゃないかと思うんですね。なるほど、基本、そうですね。それでは指導教育の中で渡辺学園長が最も大切にしていること信念などをお聞かせください。それはやはり家庭教育、生活習慣、その2つに尽きると思います。ご家庭できちんとしつけをされてきた学生さんはやはり、もう砂漠が水を吸うようにどんどん吸収してくれるんですね。それからもう一つは、きちんとした衛生観念がある。例えば自分の身の回りをいつもきれいにできるとか、材料を粗末にしないとか、そういうことはみんなご家庭でしつけられたことなんですね。そういうものを持っている人たちが、すくすくと成長していくように感じます。なるほど、時代の流れや流行は
さまざまに変化していく、そんな中で今言った理念を貫いて、そしてトップを取り続ける、まあ、そんな中には感性がなくてはいけないのかなと思うんですけれども、その感性、学園長ご自身はどのようにしていつも磨いてらっしゃるのかお聞かせ願いますか。そうですね、まず学生に関してはほとんど時代の流れとは関係なく、みんな同じに素直な17歳18歳の子どもたちなんですね。ただその中で伸びていく子どもというのは、人の言うことが素直に聞ける、それが一番なんですね。そして私たちが感性と言われるものを子どもたちに、まあ、見つけ出させていくには、やはり嬉しいこと、悲しいこと、残念だったこと、綺麗なもの、そういうものを素直に感じ取る心なんですね。だからいつの時代も綺麗なものや嬉しいことを見つけましょうというのが、まあ、私は自分の感性の基本だと思っています。素晴らしいですね。なかなか感性を磨くというのはできないと思います。そしてその感性を成果料理の専門学校で本来技術とは違うところで教えてらっしゃるということでしょうかね。そうですね、料理やお菓子の技術というのはこれは一生かかって習得していくもので、学校で教えるものではないんですね、はい、学校というのは生活の基本習慣、きれいにお掃除するとか、汚いものはきちんと片付けましょうとか、そういうことを教えるところだと私は思っているので、技術は一生かけて習得していただきたいと学生たちには言ってます。よくわかりました。そして世界を取るということは世界に挑戦するということですけれども、この地方都市である新潟、世界で挑戦するにあたっては大変苦労もあったとは思うんですが、その辺はどのように苦労を乗り越えられたというか、新しいことに手を出されてこられたのかなというのは、まあ、私としては基本的に苦労っていうのはないんですね。なるほど。だからこの苦労話みたいのはなくて残念な質問なんですけど、はい、いつも楽しいこと、夢のあることを考えて、はい、それに向かって挑戦していきましょうというのが自分のスタンスでもあり、指導のスタンスでもあるんですね。ですからまず、あなたがここにいて何を将来希望してますかという問いかけから始まって、コンクールに出たい、コンクールに出るんだったらどういう立ち位置をあなたは考えてますか、一番になりたい、そう、じゃあ一番になるように頑張ろうよ、ね、一番になったら次どうする、じゃあ今度は世界出てみたい、そういうふうに一つずつ積み重ねていくように指導してますので、やはりその本人が日本一になりたい、世界一になりたいという明確な目標を持つことが大事だと、それを支えていくのが私たち指導者であって、先生方の方から世界一になりなさいよなんていうことはありえないですね。なるほどですね、まあ、よくビジネスのテキストなどには書いてありますけども、夢のビジョン、夢を描いてそれを実現させるという、それが一番私は難しいんじゃないかなと思うんです。学園長が今おっしゃったように、ほとんどの生徒さんがおそらく高校を出られてまだ10代後半、そういった子たちにその夢を描かせる、そしてその夢の一歩を手助けし、そこから日本一、世界一位を目指す、今お聞きして非常に伝わった反面、その指導の肝は一体学園長どこにあるのかなと思うんですけど。そうですね、私自身がずっと夢大きいひろこちゃんでやってきましたから、はい、私自身もいつも夢を追いかけて、日本はもちろん世界を知りたい、世界ってどんなところなんだろうということで生きてきましたので、学生たちにもまず世界はこんなところ行ってみようよ、海外旅行も行ってみましょう、世界のものもいろいろ見ましょうということで目を、世界に向けさせる、そしてその中で僕たちでもできるんですかって質問の時に、できるわよ、やってみなさい、やらなきゃわからないじゃないっていうのを明確に言うんですね。こうやったら世界一になれるじゃなくて、あなたが頑張ればなれる、私はそれしかないと思っているので、世界一も日本一もなりたいと思った本人の夢の強さ、夢の大きさがそれに結びつくと思いますよ。
思ってない子はどんな人もダメですからね。なるほどですね。お言葉の内容の強さと同時に、学園長お元気ですね。ラジオ の, あのスタジオの中でも私声がもうビリビリ響いてくる、その元気さ、あの元気の秘訣なんか教えていただけるとありがたいんですけれども。そうですね、元気な方がいいですからね。いや、そうですね。いつも前向きに、元気な方がいい、楽しい方がいい、明るい方がいい。私自身は暗いことや嫌なことは、いや後ろ向きなことは一切考えない。元気にするにはどうすればいいかって毎晩寝ながら考えてますよ。なるほど。確かに夢を語る、夢をそのまま実現する、その一歩を踏み出すには元気なテンションがないと、なかなか夢って楽しいけど辛いけど一歩踏み出そうよっていう気分ならないですよね。いやいやいや、その渡辺さんのように夢は楽しいけど辛いけどみたいな相反することを言っちゃダメなんですね。なるほど。夢はすいません、実現すれば必ず真っ白になるぐらい嬉しいんですよ。どんな小さいことでも、お花が咲くだけでも嬉しいんですよ、はい、だから夢っていうのは辛くなんかないの、楽しいことなんです。なるほど。あなたが考え方を変えた方がいいです。ありがとうございます。今日から変えさせていただいて、私も夢のことを考えるときはもう辛いから辛いけど行こうとかじゃなくて、とにかく楽しい。そう、なるほどですね。実現したらもっと嬉しい、そしたらまた次もやってみよう、もっと大きな喜びがある。どんな小さな夢でもそうだから、積み重ねていった方がいいと思いますよ。大変よくわかりました。私も元気が出ました。今夢というキーワードが出ましたけれども、新潟では夢を叶えるならエプロンという私も大好きな掛け声よく耳にします。渡辺学園長、世界をいくつも、取っておりますけれども、さらなる将来の夢目標ございましたらお願いいたします。はい、今私が指導している学生たちはあくまでも23歳以下ジュニア部門というコンクールに出場して世界一を取ってるんですね。これから私の夢はシニア、23歳以上、死ぬまでの老人も含めてのシニア部門での世界一。もう当面は、フランスリヨンで行われるクープドモンドという、お菓子のコンクールがあるんですが、そこに3名全員うちの選手を出す、これが私の夢ですね。そして世界一を取る。いやー、壮大な夢ですね。いやいや、そんなことないです。すぐに実現できると思いますよ。はい、今お聞きしたクープドモンド、この大会ですけれども、由緒あるフランスのお菓子の本場フランスで行われる大会ですね。食の都リヨンで確か行われる。そうです、この大会、新潟県民で出れる出た方というのはなかなかないと思います。そうです ね、日本もなかなか最近まで出てますが、新潟県までいないです。そうですね、はい、今まではジュニアで世界を4つ取られてます。そしてシニアというのは、当然プロのパティシエも参加する非常に厳しい審査があるというふうに伺ってます。ぜひ学校の先生、生徒さん、そう、たくさんの卒業生も含めてシニアの大会ですから、いくつになっても出れるので、できることなら私もその3人の中の1人として出たいぐらいです。それはいいですね。ぜひ学園長ご自身がそのメンバーに入る、入って世界一を取りたい。やはりその元気、そのパワフルさが夢の実現を、皆さんが明確にビジョンを描けるという気が本日聞いて伝わってまいりました。学園長、本日は貴重なお話どうもありがとうございます。はい、応援してください。はい、これからも頑張ってください。それではここで CM です。あなたならどの資格を目指す？大きくなったら忘れてしまうと思うんです。でも先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんです。この手一つで人を幸せにできるっていう仕事、なかなか他にはないと思うんですよ。お客様がどんどん笑顔になっていくので、それをまた見たいと思うから続けてます。誰かを幸せにしたいから、ブラッシュアップ学び、ラジランネラジオ新潟。新潟発世界一、渡辺学園長のお話、夢というのは心の原動力になることがよくわかりました。それでは2人目のゲストをお招きしたいと思います。
本日のなじらねラジオ新潟は、新潟発世界一を育てるというテーマでお送りしております。その中でも若者や子どもたちの本質に関わる食育という部分で、新潟製菓調理師専門学校エプロンの井出塚校長先生にお話を聞いてみたいと思います。井出塚先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、井出塚です。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、井出塚先生、まずは世界一おめでとうございます。はい、ありがとうございます。先ほどは渡辺学園長より新年や方針、夢のお話を伺いましたが、井出塚先生にはその生徒人材の本質的な部分の教育について伺いたいと思います。はい、まあ、本質的な教育って言ってもとっても難しいんですけれども、はい、専門学校の役割っていうのはもう最後の学校だっていうことなんですね。小学校、そうですね、小学校、中学校、高校、専門学校ときて、あと次に出るのは社会なんです。はい、もう社会人になっていくわけですから、その社会人になる前の最後の1年間2年間どんな経験をさせてあげられるだろうかということをとても考えています。いろんな実技や知識をつける教育はもちろんです。はい、それ以外にも、食育という部分でいろんな活動経験をさせてあげたいなという中で、学校では食育活動をしています。はい、どのような食育活動。はい、まず例えば、実習伝というのを持っておりまして、エプロンでは田植えから、収穫まで全部自分たちでやると、はい、もう1年間をかけての、本当にプロジェクトですねの、食育活動をしています。ということは高校を出て、はい、製菓調理師の専門学校に入り、そこでただ座って授業を受けるだけではなくて、うん、屋外に出て、そうですね、泥の中に泥んこにまみれながら田植えをし、はい、授業の合間を見て1年間かけてお米作りをする。はい、本当にほとんどの学生が初めてです。もう中にはね、農家のお家の子もいますから、上手な子もいますが、初めて経験するこのお米作りというもの、初めはびっくりしていますけども、とても楽しんで行っています。実は渡辺さんも一緒に経験してもらいましたよね。そうですね、はい、実は私も経験させていただきました。実習伝ということで、機械を一切使わず、そうですよね、全て田植え持って、草取りも農薬を使っていないので、草もぼうぼう生えて、この収録している今日もそうなんです、草取りみんなで行ってるということを聞いてますが、6月はですね、本当にこの無農薬でやっているこの畑田んぼはもう、稲も成長してますけど、雑草がすごいそうです。稲か雑草か見分けがつかないぐらいの状態のようですね。なるほど、はい、そして草取りが終われば今度は秋の稲刈り、そうですね、収穫の時期、こちらも機械を入れずに手でされるということですよね。はい、全部手で刈って、そして今珍しくなったハサガケというね、天日に干すという作業もします。はい、美味しいお米が取れそうですね。そうですよね、あんまり美味しいので猿が食べに来るという。はい、私も実は行った時に猿を見かけてこのような環境で生徒さん勉強されるんだ、ちょっとびっくりしましたね。本当ですよね。はい、うん、さあ今お聞きしてましたけれども、はい、確かに食育ということで食べ物を通じて教育する、はい、そして米どころ新潟ということで、その食べ物のお米をゼロから全て手で作る、ここに人を育てる秘訣があるんだなというふうに今感じましたが、お米作りの他に何かされてますでしょうか。はい、地産地消という言葉もありますけれども、新潟らしいことっていうのも大事にしています。で、特に新潟の郷土料理、一番有名なのは笹団子ですよね。はい、笹団子もエプロンの学生は全員が作れるようになるんですよ。笹団子の時期になると学生全員で笹団子作りをしています。笹団子というのは笹を3枚使ってよもぎのお餅をくるみ、そしてそこにすげで俵のように結ぶということですよね。そうですね、はい、はい、これはなかなか今の人は結べる方いないんじゃないでしょうか。いやいや、本当ですね、昔はね、どのお家でも作っていたということなんですけど、今なかなか家庭で作るお家はとても少なくなっています。
ちょっと聞いたことありませんね、今は。はい、なのでエプロンは学生が入学すると全校で笹団子作りをします。みんなができるようになるんですよ。皆さんがちゃんと笹団子を結べるということですか。はい、もうバッチリです。すごいですねそしてこの笹団子、結ばれ出来上がった笹団子はどのようにされてるんですか。はい、実はですね、もちろん自分たちも食べたりしますけれども、卒業して働いている先輩たちに送ってあげるんですね。で、先輩たちっていうのはもう日本全国、北海道から九州までみんな頑張ってます。はいはい、その先輩たちに、お仕事大変な中、新潟から応援してますよ、頑張ってくださいっていう心を込めて後輩たちが作っているんですね。そうすると届いた働いている先輩たちも、なかなか仕事も大変だけど後輩がこうやって頑張ってくれてるんだから自分も頑張ろうっていうふうに思ってまた頑張れると。素晴らしいですね。これも食育の確かに、新しい形かもしれませんね。そうですよね。自分たちが学生時代にも先輩に作っていた、で自分たちが働くようになったら今度は後輩が作ってくれる、こういうふうな人と人とのつながり、こうつながっていくっていうこともね、とっても大事なことだと思うんですよね。はい、確かにエプロンさんの学生さん、就職は今もう日本全国、新潟県内にとどまらず日本全国、はい、そして先ほど学園長のおっしゃった世界を視野に向けているということで、各方面に卒業して就職していった生徒さんたちが、また在校生、後輩たちが作った笹団子がある、この5月になりますか、そうですね、5月になると届く、これがもしかしたら働く上での非常に力強いモチベーション、食育というよりも、人を作っていく何かきっかけになっているような気がしました。そうですね、素晴らしいですね。はい、他にも何か作られているものございますか。はいはい、梅干しを自分たちで作ったりします。まあ、食品加工という、ね、勉強にもなるんですけれども、はい、毎年梅林に行って梅をもぐところから始めるんですよ。はあ、はい、生徒さんみんなで。そうです、学生みんなで虫にやられないように長袖長ズボン、ほっかむりをして梅の実を。いや、もう私が、はい、専門学校という学校の授業では想像できない、それも授業の一つなんですね。本当にそれがね、全てではないと思いますが、やっぱりいろんな経験を通して、やっぱいろんなこう経験値を増やしていくっていうことは本当に大事なことで、はい、やっぱり梅干しの梅が梅の木になってるっていうことすら今の子供はわからないんですよね。なるほど。梅干しは知ってるけれども、はい、なのでやっぱ梅の実をもいで、それがどうやったら梅干しになっていくのかというのを、本当に身をもって体験することができます。で、6月はその梅の実の収穫もあるので、実はとっても今忙しいんです。なるほどですね。はい、で、田んぼの草を取ったり、梅の実をもぎに行く忙しいですね、6月は。なかなか忙しいんですね、6月。私は食育のお話をお聞き、今日しているわけですけれども、はい、そういった食材を取り入ったり、食材を育てるということが、実は食育の中に入っているということですね。そうですね。やっぱり食べ物に関わるこう仕事をしようとする人たち、やっぱり自分の口に入るもの、そしてお客様の口に入るものがどんなふうなものなんだろう、材料は何でできているのか、そういうことに興味を持って関心を持ってほしいなっていうふうには思います。確かに、そこに関心を持てないというのは、食の学校ということだけでなく、やはり人としてぜひそんな気持ちで食べ物に触れていたい、いてほしいなというのはありますね。うんうん、ありがとうございます。食育、大切なことなんですね。はい、いいですか先生、どうもありがとうございました。今後もぜひ新潟発世界一の人材を食育を通じて教育していただきたいと思います。頑張ってください。はい、私もますます元気で頑張ります。ありがとうございました。はい、本日はどうもありがとうございました。はい、それではここで CM です。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。ラ
ジランネラジオ新潟。新潟製菓調理師専門学校エプロン、渡辺学園長、井出塚校長先生、どうもありがとうございました。さて、なじらねラジオ新潟第1回目の放送、もうすぐ終わろうとしております。渡辺学園長の夢に対する明確なビジョン、そしてその夢を実現するための一貫した行動、教育方針だからこそ時代に流されない優れた感性、ビジネスの世界でも必要なことではないでしょうか。そして世界一取ったという結果もさることながら、地方都市からでも世界に挑戦する、世界に挑戦できるのだという元気のもとがたくさん詰まったお話を聞くことができました。井出塚校長先生からは、食育に対する熱い思いと農業大国新潟らしい新たな取り組みを学ばせてもらいました。この4月から新潟市は経済特区に、農業特区となりましたし、この農業特区が新潟において農業の発展、企業の農業への参入と新しい動きになることは間違いないと思います。今すでに農業を授業の中に取り入れて、そしてそこから食育として生徒を育て、世界へと発信していく、これからのエプロン様の動向も楽しみにしたいと思います。さて、スモールサンゼミ新潟にも魅力的な経営者、素晴らしい経営をされている社長もたくさんおりますし、ゼミ生以外でも注目に値する企業があります。機会があって新潟を訪れた方が、そうだあの会社を訪問してみようと思うような魅力ある新潟の中小企業のことを、これからもどんどん発信できたらと思っております。第1回なじらねラジオ新潟、皆様なじらったでしょうか。これからもどうぞよろしくお願いいたします。それでは次回のなじらねラジオ新潟は10月放送予定です。その時までまた新潟の魅力をたくさん仕入れておきます。パーソナリティは株式会社渡森、渡辺健太がお送りしました。皆さん、お付き合いどうもありがとうございました。さようなら。